はい、お疲れ様です。ボンゴの方は乗せるエンジンの、周辺部品取り外し、やっていて、まあ結構取り外しは進んでいます。部品も結構入りました。ダイナが昨日から車検で入っていまして、車検整備しています。この車は四駆の、四輪ディスクブレーキ、ディスクブレーキはなかなかハブの分解が面倒というか大変ですね。で、フリーホイールハブからどうも水が入りやすいんですよね。ハブベアリング。ちょっとこれはダメですね。なので、これは交換ですね。ベアリング交換するので、アウターレース抜きます。新しいアウターを打ち込みます。はい、打ち込みできました。で、打ち込む時に使った当て物、古いアウターレース、ここに切れ込み入れとくと、こうこれ自体がこう抜けなくなるのを防止できるというやり方、ツイッターでどなたかがツイートしてたのを見てやってみたら、これマジ良かったです。ありがとうございます。
はい、あとは車体に組み付けていきますが、今日は、動画はこんなところで、トラックの車検整備はまあ、なかなか急いでやらないと終わらないので、はい、今日はここまでです。はい、今日も一日お疲れ様でした。